はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンでーす。もうね、作ろう、今回は作ろう、ジオラマ。まあ、ジオラマって言ってもこんななんかでっかい大層なもんじゃなくて、まあ、せいぜいこんぐらい、もう こんぐらいですね。これくらいのちょっとしたジオラマを作ります。そしてジオラマを作るための材料は、よし、あー、これです。ガチャガチャ。去年紹介できなかったもので、まあ、ちょろっと見せましたけど、ジオラマを作るための材料が入ってるっていうガチャガチャがあったんで、まあ、それを何回か回してきました。ガチャガチャはだいたい4種類かな。カプセル開けると袋に入ったなんか粘土っぽいのが入っていて、物によるけど入ってるのはシンプルにこれ。まあ、あとはある程度説明の紙が入っていますね。君のフィギュアを盛り上げるジオラマ粘土。種類はインパクト、サンドストームへとコンクリートデブリ。最後が粘土ではないエクステンションマテリアル。ライトと臭いになるパウダー的なもんですね。この4種類が入っていて、詳しい説明はこの QR コードを読み込んだ先にある。どれどれ、作り方を読み込んでみよう。アーテックカプセル工作ジオラマ粘土作り方ガイド。PDF ファイルなのね。全部で8ページあるね。インパクト、大地を割る衝撃。粘土を半分に取り分けてカプセルをこう覆ってなんか形を作ったりするのね。形を作ったら鉛筆とかを使ってなんかこう、ひび割れを作ると。まあ、インパクトだからこう、ズドンってやった時のひび割れ的な感じですよね。で、残り半分で台座を作ったら、それを組み合わせて、まあ、ひび割れた地面の完成と。手順はまあ結構簡単さ。インパクト他にもある。細長くしたものをやっぱりカプセルに合わせて形を作ってまあ組み立てるみたいな。あくまでこういう作り方もありよう的な感じですね。で、インパクトまだある。そう、インパクト多いな。なるほどね。土煙っぽくもできて、あ、やっときたサンドストーム。これもまたカプセルを使って、周りに貼っつけて、あ、こうなんか舞い上がる感じね、砂ぼこりが。舞い上がる砂ぼこりの再現で、コンクリートデブリ、瓦礫の道、粘土を半分に取り分けて、板状に伸ばす、乾燥したら手でちぎって、これでブロックを作るんだ。ブロックを分けて残りを土台的な感じにすればいいんだね。で、最後のエクステンションマテリアル。LED と他の粘土を組み合わせて爆発してるっぽくできる。っていうのと、自然の演出。これまたまあなんか他のやつを使うっていう感じですね。乗せたいフィギュアに合わせてベースを作ります。粘土が乾燥したら木工用ボンドを使い、ジオラマスポンジを接着して完成と。あ、なるほどね。この緑の粉をつけるにはボンドとかいるんだね。この作例はジオラマスポンジをつけたい部分に少量の水で薄めた木工用ボンドを筆塗りで振りかけています。ああ、そういうことか。なるほどなるほど。樹木も作る。これも自分で色塗ってるよね。こういった感じで4種類の使い方がまあちゃんと書いてありますと。なるほどな。まあ、とりあえずこの辺を参考にしながら作っていこう。とりあえず内訳なんだけど、一通りコンプリートするまで一応回してはいます。コンクリートデブリが2個、インパクトが3個、なんかチョコレートみたいでうまそうだな。絶対食っちゃいけないけど、エクステンションマテリアルが3個、焼きそばの青のりみたいだけど葉っぱの粉が2種類入っていて、さらにこれがカラフルミニライト。ここんところが光るであろうライトが入っていて、オンオフありますね。よいしょ。あ、なんかこれごと回るんだ。どういうことだ。ん？これはなんだ、蓋を開けて、あー、なんか絶縁シートついてるんだ。絶縁外してこれで蓋を閉じるとどうだ。これ光、あー、赤く光ったね。これずっとこの、あー、なんか、いや、いや、でもいろんな色だ。緑、一定の光がずっと出てるんじゃなくて、こう青だったり白っぽかったり黄色っぽかったりっていう、なんかじわーっと色が変わっていくっていうスタイル。なんか一色に固定ができたりっていう感じではなんかなさそうですね。説明の紙見た感じもオンとオフしかないから、まあなんかこの色がどんどん変わっていくっていうのは止めらんないんだろうね。好きな色で止めることができないっていうのはちょっと惜しいかな。この辺ちょっと扱い難しいかもな。そして最後に1個だけゲットができたサンドストーム。なぜかこれが全然出てこなかった。砂属性ってどうだろう。そんななんかポピュラーかな。砂で言ったらなんだろう、ナルトのガーラとか、ワンピースのクロコダイル、スパイダーマンのサンドマンで、やっぱり欠かせないのはイギーかな。ジョジョのイギーが砂のスタンドザ・フール使いますから、1個しか当たってないから、これちょっとイギー用に使おうかな。といった感じで、こちらの粘土だったり粉を作っていろいろ作ってみよう。じゃあまずは一番作りやすそうなこのコンクリート。コンクリートはさっきの作例みたいに土台部分はもう作らなくて、ひたすら砕けたコンクリートが欲しいんで、これも一通り引き伸ばして砕こうかな。ちょっと試しにどんなもんか開けてみるか。よ、うわー、あー、うわ、何これ、なんか、うわー、感触変な感じ。ベタベタ触っても全然こう指につかない。粘土っていうよりなんかこう練り消しに近いような気がする。そしてなんか触るとね、なんかザラザラした感触がある。コンクリート特有のこのデコボコ感を表すためになんか入ってるんだろうね。これが1個分だけど、はなんか、あー、これなんか触ってるだけでもちょっと
気持ちいいかも。ハサミで切ったりして ASMR 作れそうだわ。じゃあとりあえずもう棒を使って平べったく板状にするか。まあだいたいこんなもんかな。このひび割れの感じがまたコンクリートっぽくていいね。さあそしてもう一個の方どうしようかな。まあさっきみたいにまあまた平べったくしてもいいんだけど、それだとちょっとつまんないからな。こっちはこっちで別のアプローチにしたいけど、何がいいかな。コンクリートブロック、なんだろう、あ、柱にしてみるか。とりあえずこう細長くして、これで電柱ってことにしてもいいかも。電柱だったりこう丸っこい感じじゃなくて、よいしょ、平べったい定規とかで押し付けてある程度形を作れば、角張った四角い感じの柱も作れる。でこれあと一工夫するとしたら、こういうなんかワイヤー使ってもいいかもね。現実世界のコンクリート系のものって、あの強度を保つために中にあのワイヤーが入ってたりするんで、アルミのワイヤーをこうね、いくつか切っといて、これでコンクリートに刺して飛び出てる感じにすれば、なんかよりそれっぽくなるんじゃないかな。この辺はちょっと塊具合見て、あの後で砕く時にあの改めて刺してもいいかもね。じゃあこれもしばらく乾かしておこう。さあ2つとも結構な時間乾かしてみたんだけど、これどうなんだろうね。材質的にあのコンクリートみたいな感じでカッチカチになるかなって思ったら、多分、いやまあ乾燥時間が足りないだけかもしれないけど、そこまでなんかね、コンクリートらしくはならないような気がする。一応素材的には粘土だからね。だからこれすごい硬そうな見た目はしてるけど、ふにゃんと曲がります。曲がるけど、こうやって折り曲げればある程度こうひび割れる感じでバラバラにできるんで、これでちぎってく感じで、あ、まあそれっぽいのかな。ちょっとあれだね、分厚いと中身がちょっとまだあの固まっていないのかもしんない。表面は結構ザラザラしてるというか、まあ固めなんですよね。とりあえず瓦礫をこんな風にちぎって割れたコンクリートっぽくしていけばいいのかな。あんまりこういうの焦んない方がいいね。ほらまだ中がやわやわだ。とりあえずこんな風にコンクリートっぽく砕いて、工夫としてはさっきみたいにこう細めのワイヤーをこう間に挟んで、ワイヤーを何本か刺してこうちょっとねグネッと曲がらせておけば、まあなんかよりそれっぽくはなったりするんじゃないかな。ちょっとリアリティは増すかも。あとはこんな風にワイヤーを刺しておいて、でこのコンクリート同士をワイヤーでつなげてみたり、こういう壊れ方もまああったりするんじゃないかな多分。でこの辺はまあちょっとやわくなっているけど、これどうだろうな。薄いやつらがこんなんだもんな。こっちのも結構ほらもうやわやわなんだよな、中身が。ちょっと軽くガイドをつけて、でよいしょっと、もちろん中身は全然固まっていない。まあ、ある程度だったらこういうなんか細いものでガイドラインをつけて、癖をつければちぎりやすかったりはするかな。ガイドをつけて、よいしょと。こっちの方も同じようにワイヤーをちょっと仕込んでおこう。どうだろうな、これがいい方向に働いてるかは分かんないけど、まあこうやってね、いろいろ工夫しながら作っていっています。じゃあ次は3つあるインパクト。1個はせっかくだから、あの草の粉と組み合わせてみるかってことで、この2つでインパクトを作ろう。これの粘土は質感どうなんだろうな。コンクリートとはまた違ったりするのかな。見た目チョコみたいですごいベタベタしそうだけど、そんなことなかったわ。こっちもまあ全然指にはひっつかない。これちょっと、あー俺の中の小学生が暴れ出す。あこれでいいんじゃねえか。いやダメだダメだ。正直悪くはないと思うけどね、あれでも。まあ一応公式のね作り方にのっとるとしたら、カプセルを半分にして、この上によいしょっとインパクトの粘土をまとわりつかせて、こうやってボール型にしてもある程度ね形を広げるなりして、形を整えて、まあこの真ん中のところにズバンとインパクトが来たっていうイメージですよね。土がズバッと放射状に広がっていくようなイメージ。大まかにやるとまあ大体こういう形かな。で鉛筆なりなんなりを使ってこうひび割れのテクスチャー、これひび割れっていうのはまあなかなか難しいんじゃないかな。まあ、ひび割れだからね、こうたくさん入れておけばもうある程度ごまかせるんじゃないかな。ここ若干センスいる部分かも。だいたいまあひびは入ったかな。ちなみにこれ粘土の匂いに関してはそんな強烈な匂いっていうのは特にしないですね。まあ匂いもしないし手につかないから、だいぶ優しいね。いろんな面で。とりあえずカプセルに乗っけといて、まあこの形で乾燥させよう。もう一袋あるから、こっちを土台にしようかな。こっちはどうしようかな。まあ土台にするわけだけど、まあもうちょっとなんかこうとんがらせてね。作り方同様にこう土がちょっと飛んでる感じにはしてみようかな。こっちの半分を土台にしよう。気持ちなんか土煙でもくもくなってるっぽく、あの丸い感じに縁を丸くしてみたりしてね。で爆発的なものをこう横んところにねつけて、ズバーンって感じの勢いを出す。粘土だからまあこの辺もくっつけやすいね。よし、まあだいたいこれでいいかな。大丈夫かな。これで乾燥してポッキリ折れたりしないかな。まあここら辺も完成してみないと
たら何とも分かんないけどね。これでも土台部分もできたから、ちょっとあのね、その間に乾燥していたもの、カプセルにかぶせていたフォーマー、この上にもポンと乗っけちゃえば、あ、なんかそれっぽいかな。どうだこれは。上のインパクトに対して、まあ下がまあ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 バランス次第だな。これはいい塩梅を探って、まあくっつけちゃおう。手作り感がなかなかすんごいかもしんないけど、これでできたから、まあもう一回こうね、カプセルの上に乗っけて丸々ような感じで乾かす。あとは弾いといた3つ目、3つ目はもう土の地面にしようか。こうちょっとずつね、伸ばしていくことによって、こう地面のデコボコ感を演出できるはず。これたくさんあればいい感じの地面作れるな。というか、そもそもこれ素材何なんだろう。素材なんか分かれば100均とかでもしかしたらなんか似たようなことできるかもしんないんだよな。でもなんかこれ中にこの粒が詰まってる感じ、土っぽさというか小石というか、その粘土単体で表現するのは難しそうだからな。で、ここのところにこの緑の粉をかけ、なんか早いかな。説明書に書いてあった通り、あの水で溶いた木工用ボンドをなんかこうつけた方がいいのかな。まあ、そこ含めてレビューだわ。ボンドつけずにまだ乾いていない状態でくっつけることはできるのかの検証。試しにふりかけみたいにちょんちょんちょんとまぶしてみては、これ自体はなんかこう一塊になってるんだ。で、この粘土のところに埋めることはできるかな。さあどうだろう。ちょっと今あの押し付けてるけど、あの指でなぞるとこうすぐボロボロ取れていくから、あんまり意味ないかも。やっぱりこういう木工用ボンド水で溶いた方がいいんだろうな。これはちゃんと公式の言った通りにしよう。粘土自体にへばりつくような気配が全然ないからね。とりあえず地面の方が固まったから、ちょっとまだグリーンの粉ついてるけどね。ボンドを水で溶いて草を植えていこう。カプセルの穴を塞いで水を入れてあります。とりあえずボンドを入れよう。マジでどんぐらい薄めりゃいいのか全くわかんないな。乾けばつくかもしんないね。とりあえずこうやってね、木工用ボンドね、ここら辺もう横んところ一直線につけちゃう。なんかこの真ん中の真ん中あたりを道っぽくしてもいいかもね。とりあえずボンドを敷いたから、この上に草をまぶしていけばくっつくんですか、これは。こう伸ばしながらポンポンポンとちょっと圧着していく感じで、あの一応ね、ちゃんとこう草とかね、こういう細かいものが散らばるんで、カッティングマットとか、まあビニールとかちゃんと散らばってもいいような対策は絶対した方がいいね。あー、後が絶対めんどくさいから、これ。これである程度つけて、で、この上からもまあ一応ちょっとなぞったらどうだろう。ああ、そうだよね、これ筆についてくるよな、なぞったら。まあ、間違っていたら間違っていたらで、それはそれでね、もうあのみんなにあのこれは違うんだっていう風に伝えることができるから、まあ意味はある。筆で塗らずにこうやってちょっとね垂らしていったら、まあ浸透してくれたりするんじゃないかな。若干こうスパッタリング的な感じにはなるけど、こっちさえでやったから次は逆側の道敷き詰めたら、ボンドを意味あるのかわかんないけど上に垂らしていく。あと草はこういう濃いめのやつもあるから、この辺をつけてちょっとグラデーションというか、まあ色に緩急をねつけていこう。とりあえずまぶしたから、これで乾燥してみよう。あとはもうちょっと混ぜちゃったんだけど、余った水溶きのボンドとこのあの草のパーツをこう混ぜ合わせれば、なんかいい感じの塊になるんじゃないかな。普通になんかこういうのジオラマテクニックでありそう。水溶きボンドと混ぜて、それをもうここのところに乗っけちゃう。そもそもこれを直接ここのところに塗っちゃえば、なんか隙間埋めになったり、一箇所二箇所ちょっとあの草がねたくさん生い茂ってるところとか作れるんじゃないかな。これでジオラマとかに関しては完全初心者だからね、こうなるんじゃないかと結構想像というか、まあほぼアドリブでやっています、これ。まあだからこそ絶対もうちょい乾かした方が良かったコンクリートとかあのままやっちゃうんだけどね。ところどころこう塊があった方がなんか立体感も出てくるんじゃない。よし、これでもう一度乾かしてみよう。じゃあ粘土最後はサンドストーム。明るいベージュの砂粘土。こっちも特に粘土の質感は変わらず他のやつと同じ。もうサンドストームの使い道は一択、彫像稼働を意義に使う。これが3つあったらこの砂の状態のザ・フール作ってもよかったかもしれないけど、大きさ的に残念ながら足りなそうなんでエフェクトにしよう。意義はこのカプセルの中にはちょうどよく収まるな。それこそ説明書に書いてあったように、このカプセルの周りにサンドストームをまとわせて、周りでこう砂が巻き上がってる感じにしてもいいかもね。とりあえずもうそんなすぐには乾かないんで形を作ってみるか。さあどうだろう、ちょっとカプセルから外してみるか。はい、あーそれっ
ぽいかどうだこれは。あ、いい感じかもしんないけど、これあれだな、砂の上に乗っけたいな。あとインパクトもまあいいんだけど、でかすぎるからな。まあちょっとこれ調節すればなんかいい感じになりそう。前半分ちょっともうちぎっちゃって、土台作ってもうイギーをこの上に乗っけちゃおう。もう完全にイギー専用なんだねこれ。でもいろいろちぎってこの土台を元にいろいろくっつけていけばいいわ。砂に関してはこう先をとんがらせるより、こうちぎってなんか不均一な感じ、先端がこうなんかケバケバした感じにするとそれっぽいかも。せっかくさっきドーム状に作ったけどほぼ崩すわ。後ろのエフェクターも気持ち大きめにしておく。まあこれもある程度イギーの足跡をつけてあるから、この周りに作る感じだな。楽しいな。でもこれイギーいないとバランス取るの難しいかもな。たまにイギーに乗ってもらってバランスを見る。よし、だいたいこれでいいかな。全体的にこうボサボサした感じにすると、まあ砂っぽくなるんじゃないかな。まあとりあえずこれも乾かそう。よし、それじゃあ一通りいろいろできたんで使用例。まずはアイアンマンを置いて、こちらコンクリートデブリ、でっかいこの柱パーツを後ろの方に置いといたり、細かい瓦礫のパーツを結構もうランダムにその辺にバラバラっと、ちょっと取れちゃったけど、適当にこうまあなんか自然な感じで散りばめるようにこうポンポンとポンポンと置いてって、で置いてこういう針金とかなんか目立つやつを手前に置いてきたりね、ある程度調節なんかもして、残りのちょっと大きめのやつを適当に配置すればどうでしょう。背景が撮影ブースすぎるけど、いい感じの瓦礫になったんじゃないかな。一個一個近くで見ると多分出来は微妙なんだけど、群体として見た場合は結構いいんじゃないかなっていう気はする。まあ自分で作ったからっていう親心もあるけど、素材に関してはコンクリートじゃなくて粘土なんで、実に軽量だし、通常のコンクリートと違ってあの粉吹かないからね。マジのコンクリート素材使ったら多分この地面のところがジャリジャリになるから、汚れ的な心配もまあ少ないっちゃ少ないかな。だから例えば他の使い方としては、こんな風にコンクリートの下敷きになっちゃったとか、フィギュアに直接このコンクリートが触れてもあの汚れにくいんで、汚れもつきにくいし軽めだからフィギュアに傷がつきにくい。コンクリートデブリはこういう使い方かな。お次はこちらの土がバーンってなってるインパクト。インパクトの使い方はそうだね、この上に何かしらフィギュアを乗っけると、うん、強そうに見えるかな。勢いはあるっちゃあるんだけど、場が狭いね。物足りないからこの LED で照らしとこう。下の方に置いといて、インパクトでうまいこと隠してる感じにすればね、足元からオーラを放ってるように見えるといいよね。まあ、あとは使い方としては、やられてる側のインパクト、地面に叩きつけられてのズドンっていうインパクト、使い道としてはこっちの方がしっくりくるかも。あとはインパクトとエクステンションマテリアルを組み合わせた地面、地面は質感とか立体感とかなかなかいい感じできたんじゃないかな。出来はいい感じなんだけど、いかんせんまあ小さいね。瓦礫とかインパクトと違って、あの使い道がなんかたくさんあるってわけではないから、両サイドに草が生えてる茶色い道。とりあえずフィギュア乗っけてみたけど、まあ狭いね。このまんまだと寂しいけど、画像加工には使えなくもないかな。これを素材にいろいろ加工すれば、もうちょっと広げることもできるっちゃできる。ただの道自体がそんなに使わないからな。逆にこういう感じの小さめのフィギュアだったらサイズ感的に合うかもね。小さめのフィギュアだったらこうやって置いといてもあんまり違和感はないはず。まああとね、念のため作ってはおきました。これお食事中の方すいません、なんだったらこれが一番出来がいいぞ。そして最後に再びイギーでも、イギー用に作ったやつ、サンドストームの中にイギーのフィギュアをポンと置けば、はい、どうでしょう、スタンド能力発動してるっぽくない。これは割とうまいことできたんじゃないかなと、あの他のに比べたらいい感じにできたような気がする。これもまた周りの景色とは全然合っていないっていうところあるけど、イギーの周りに砂が集まってきて、スタンドのザ・フールができる直前、これ外せばもうイギーの足をマウントするところがある。イギー専用台座としてはなかなかいいものができました。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は、君のフィギュアを盛り上げるジオラマ粘土というガチャガチャでゲットすることができるジオラマ用の粘土の紹介でした。とりあえず一通り作ってみたけど、まあ難しいけど楽しいね。素材があって、まあ作り方も載ってるんだけども、それ以外はもうあと自分でやるしかないから、僕ら側の作業がなかなか多めだけど、まあ物を作るのが好きな人は楽しいかもね。だいぶ人を選ぶタイプのガチャガチャだと思うけど、まあ僕は好きですね。まあ中にはちょっと扱いどうしようかなって、あの困るものもあったりしたけど、ジオラマ作りの体験版みたいな感じで面白かったね。こん中の僕のお気に入りはコンクリートかな。厚みに対する乾燥時間のかかり方がちょっとあのつかめないところあったけど、こん中では今後も使うかもしれないっていうポテンシャルがあります。
ちなみにあの編集で出してるかもしんないけど、これ1回300円、300円で粘土か草の粉が手に入ります。もしかしたらなんか100均のものを使えばもうちょっと色々作れるのかもしんないし、質感に関しては結構ぴったりっていう感じがしたんで、興味のある方はガチャガチャなんで、まあ一応長野にも来ていたからね、おそらくいろんなところで回せるとは思うんで、探して回してジオラマを作ってみてはいかがでしょうか。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。